本日もご覧いただきありがとうございます。今日は、電動リールのねバッテリーコードのつなぎ方をね説明したいと思います。当店ではねご覧のようなねバッテリーを使用しています。よくねお客様にね店長どっちがプラスなのとね聞かれますけどもね、すいませんがね、上から見るのではなくてね横から見てください。そうするとね、横にね、プラスの方にはプラスと書いてます。事業によってねマイナスの方は書いてないのでね、プラスの方に、赤いねこの挟む方をね、コードの赤い方をねつないでください。マイナスの方はね、黒い方をねつないでください。あとね、釣りしてる途中とかにね、船長バッテリーなくなったよとね言われることがねたまにですけどもあるのでね、そんな時はね、この何ていうかなこの赤い、挟む方をねできればこの縦にしてねこのね、潮とかのね付着物の影響でねちょっと電流がね流れ、にくくなる時もあるのでね、ちょっとね、ぐちゅぐちゅぐちゅっとしてね、なるべくだったらね、横に挟む方を横にするのではなくてね縦に、つなぐようにしてください。そうするとね、横よりも縦の方がね接点がね多いのでねいいと思います。あとなぜこのたまにねこうぐちゅぐちゅぐちゅっとね、付着物の影響でね、流れづらくなる時もあるのでね、ご覧のようにねちょっとぐちゅぐちゅぐちゅっとね、してください。すいませんがねよろしくお願いします。あとねロッドキーパーサポート取り付け、位置なんですけどもね、意外と皆さん多いのがねこのね、このロッドでいうとこの青い部分ですね、ここの部分ですね、ここへねつける方がね、プラスチック部分へねつける方が意外と多いんですけどもね、この今つけてるようなね黒いゴムっていうかなスポンジ系のところへねつけるとねアダプターとかがね、必要なくなります。この今の位置とかこの電動リールのちょっと下のね黒いスポンジ部分ね、黒いゴム系っていうかな、そういうところへつけてもらうとね太いのでねアダプターなしでもね、つけるっていうことが可能なんです。このね青い部分へねつけるとねまあプラスチックなんでね、なんていうかなアダプターつけてもねちょっとキュッキュッキュッキュね動いたりね、することが多いのでね、うちの場合はこの黒いね、ゴム系っていうかなスポンジ系のところへね、つける方がねいいですよっていうことを、おすすめしています。あとつけてねこの電動リールがこの、ロッドキーパーのね、ところにね当たらないように、つける方が、リールもね傷まずにいいと思いますのでね、このような感じに使用してください。よろしくお願いします。